おお、久しぶりじゃねえか、レオニー。くたばっちまったかと思ってたぜ。あんたこそしぶといな。相変わらず矢の雨の中で物拾いしてるのか？レオニー、さっき門のところで男と話してるあんたを見たんですが。ああ、見られてたのか。2年くらい前に知り合った傭兵でね。なるほど、傭兵さんですか。てっきりどこかの荒くれた族かと。まあ族と大差ないかな。あいつらは傭兵といってもゴミ漁りだ。ゴミ漁り？戦場に落ちている武器や戦死者の鎧、再利用できそうな矢なんかを集めて回る。そういう連中を貴族がそう呼ぶんだ。ひどい異名だろう。そうですね。そういう人たちがいるってことは知ってはいましたけど。まあ、あんたとは違う世界の連中だ。この先、関わることもないだろうしな。はい。どうしたアリシテア。別に知らなくて恥じるようなことじゃないだろう。いえ、私は平民の皆さんのことをもっと知りたいと思っているんです。そのためにはもっといろいろな人と話さないといけないのかなと。そうだレオニー、あんたにも聞いてもいいですか。実はこの前本で読んで気になったことがあって。ああ、もちろんいいよ。何を聞きたいんだ。とある本の中で、平民の食べるお菓子は甘くないという記述があったんです。一方で、そもそも平民はお菓子なんて食べないって話も聞いたことがあって。どちらにしても、平民の人たちは甘いお菓子は食べないんでしょうか。一概には言えないけど、甘くない菓子は私も子供の頃によく食ったよ。甘くないお菓子、本当にあるんですね。貴族が食うような甘い菓子は平民じゃ手が出ないからね。でも平民には平民の菓子、おやつって言った方がいいのかな、があるんだ。平民のおやつ？多分想像しているのとは違うよ。硬くてボソボソしてて見た目も地味でさ、雑穀を練った生地を適当に焼いただけの、なんてことない食い物だ。なるほど。もし私が平民になったら、そういうおやつを食べるんですね。甘いお菓子は、二度と食べられない。ああ、いや、平民にだって色々あるだろ。商人とか職人とかは食べてるよ、きっと。っていうか、貴族のあんたが、なんでそんな心配をしてるんだ？ああ、すみません。ただの仮の話です。ありがとうございます、レオニー。あんたの話、とてもためになりました。そうか？まあ、気になることがあれば、またいつでも聞いてくれよな。あ、ちなみに、私の村の子供たちは甘くないおやつを喜んで食ってたよ。私も好きだったな。素朴な味でね。あんたも一度食べてみるといいよ。素朴な味か。ちょっと興味が湧いてきたかも。今度自分で作ってみようかな。レオニーも食べてくれるかしら。